格闘料理人武蔵は2006年に週刊少年マガジンで連載されていた派、森武の漫画作品、全3巻、天下無双の料理人を目指す武蔵の成長を描く料理漫画である。頭も運動神経も悪く彼女いない歴17年3ヶ月、喧嘩の最中も後ろで隠れているばかりのダメ少年武蔵。しかし彼には夢があったはずだった。それは、 天下無双の料理人になること。ある日、いつものように秋葉原に行った時、彼の運命は空回りしだした料理人の地に目覚めた武蔵。天下無双の夢を自分の父に伝えた時、武蔵の父は彼に、かつて自分が修行時代に使っていた包丁を継承する。料理人の真の師匠は他でもない父。それを悟った武蔵は、己の料理で、 友人たちのピンチを救ってゆく、ある日武蔵は、父から、ある大会の存在を告げられる。それは料理界のトップが世界で、勝負できる料理人を作るため企画されたいわば料理の、医師格闘技戦。10代の若き料理人たちが、日本食やフレンチなどジャンルの垣根を越え日々、しのぎを削っているのだ。世界大会に出るには並みいる挑戦者から4周、勝ち抜くこと。 果たして武蔵は優勝できるのだろうかある日武蔵は残念な女子高生から相談を受ける。何でも彼女がマネージャーを務めるサッカー部では学校ぐるみの陰出な派閥闘争が起きているというのだ。ゆけ武蔵。料理の力で派閥をぶっ飛ばせ。この漫画はスターシステムを採用しており、作者の過去の作品である霊長類最強伝説ゴリオットや、 伝説のと、ショーの登場人物によく似たキャラが出演することがある。ありがとうございます。